明日回る富士コースってうちら初心者じゃん、純ちゃん。そうだね。まあそういうコースだからね。お料理の写真撮っていい？そんなこと喋りながら。だから塩田さんにうちら教えてもらおうと思って。確かに。富士コースの塩田さんの思い出と戦略性とこう、まあその2つかな。思い出と戦略性について聞きたいと思います。まあ塩田さんね。はい。ちっちゃい頃から来てますね。はい。はい、じゃあ塩田さんにまずどっちから行こうかな。思い出から行こうかな。思い出から行って明日に向けての話の方がよくない？うん、そうなんです。私のことで。はい。ちょっと聞きたいですよ。もうみんな気になってる。全然そんなことないけど、でも川名はちょっと特別な思いがあって、で私がゴルフを始める前から両親に連れられてきていて、で両親がゴルフしてる時にこのレストランに来たりとか、なんか館内を兄弟の兄と走り回ったりとかしてて、ちょっと思い入れがあります。で、富士コースはやっぱり年に何回かゴルフを始めた後も家族で来てて、一言で言うならばもう本当にやっぱり難しい。難しい。今日大島コースもあって難しいってなってるけど、またさらに違う難しさが。大島コースと違うのはとやっぱりこう距離がまずあって、距離出たよ。じゃあウッドだよ。明日ウッド。距離はね、ウッドで寄せていくしかない。2人と一緒にラウンドしてるとやっぱね、ほら劣るなーみたいなのがすごいある。そんなことないじゃん。私はあちゃこちゃいてたよね。距離どころかなんか。ゴルフは距離じゃない。ないです。安定性です。いやでもほんと飛ぶからね。ほんと飛ぶ。ほんと飛ぶ。だってさ。旗行くなあ、超えたみたいな。超えたからのこうみたいな、なんかボールがなんか超えてからのさ、これもあるよ。あるよね。やっぱドローヒッターの特徴。あれはさ、いい回転。なんかある感じ。すごい。だって落ちた位置からの行ってる位置がもうはるか先だもん。そうかな。トン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 だよね。じゃあちょっと思い出について聞きますか。あ、そうだね。ブレたんで戻します。やっぱ難しくて、で風が強くて、風の影響を受けやすいから、ちょっとやっぱり男性好みというか、女性には厳しいかもしれないけど、やっぱり景色が大島コースもいいけれど、富士コースには灯台があったり、灯台出てくるよ。明日灯台出てくる。灯台。あと有名なパー5でもう崖に沿って打っていく。有名な。崖に沿って打つの？打ち下ろしで。左は全部崖なの。すごい。見ればわかる。お好きな人はもうあそこで。でも言ってくださいね。ここが昨日言ってた崖に沿って打つ方ですよみたいな。お好きな人はもうあそこかな。もうだってさ、ちょっと気になってるでしょ、お好きな人。もう気になってるし、お好きな人もうなんか聞いてても今回りたいもんね。わかる。だから今日回った時のクラブと全然違うクラブを明日持つことになると思う。そんなに？もう自分の背よりも高いような。だってアリソンバンカーよく作ってるコースあるじゃないですか。至る所にあるの？え、至る所に1個じゃなくて1個じゃない。ちょっと私バンカー一番嫌なのに。やだ。明日は、今日は全然入んなかったけどね。私1回も入ってないんですよ、バンカー。やばくないですか？今日入ってない。そう、一番嫌いなのに1回も入ってないから、1回も入ってないのに全然スコアまとまらないともうやばい人。やばい。明日入ったらもうどうなんのって感じ。明日はだから明日はもうしっかり景色を見て、でトーナメントある有名なコースだから打ってもあまり気にしない。気にしない。スコア打っても気にしない。大事ですよ、ゴルフで一番大事なこと。メンタル。メンタル。だからボールだけは追っかけないように。ボールを追っかけない、スコアを追っかけない。まず今日のラウンド見て思ったのが、心ちゃんはトラブルになるとすごい速く打つの。だからバンカーも一緒。もうトラブルだと思ってたらバンカー入ってもトラブルみたいな。早く出したいみたいな。早く出したいみたいな。林に入っても早く出したいみたいな。ピャピャって。ピャピャってこう。ミスった時にゆっくり振るのが嫌なんですよ。ミスればミスるほど早く振りたくなっちゃう。次のティーショット、例えばパターが入らなかったら次のティーショットめっちゃ速くなっちゃう。ああ、逆逆。もうミスしたとトラブルした時はちゃんと考えて落ち着いて、でゆっくり審議して確実にそのトラブルが脱出することを考える。確実に出す。じゃあ明日は私の目標は1個しかできないんで1個でいいです。ミスしたらもう怠け者だ。誰だこいつ。誰だこいつ。入ってきた入ってきた。そうそうそう、今ツッコミどころ満載だったから言っとこうかなと思って。いやだからミスしたら確実にゆっくり考えて出す。その結果はもう置いといて丁寧に早く打たない。すっごい分からん。すっごいもうね、だからねずっとその嫌になっちゃうの背中からもうミスった時にもう早くこっから出したくて、まあ嫌になっちゃうの。大型がすごい出てきたら急にもうすぐその辺に出ればいいやみたいな感じで、だからもう最悪出なくても最悪出なくてもいいのぐらいな感じで出しちゃう。もうライも悪いしボール土もついてるし、だから最悪出なくてもまあその辺には行くだろうぐらいな感じで。ふてくされちゃうんですね。ふてくされちゃうの。ティーショットからのふてくされがすごい。ゴルフで一番いけないのが二次災害だから、一回もトラブルして熱くなってさらに木に当てて戻ったりとか、もうそのトラブルから出せられる出ないのが一番良くないから1回で。トラブルは1回。トラブルは1回まで。そしたらパーも取れるから1回までだったらミスは1回で必ず出すように。焦らない。はい、私の客観的な意見を言ってくる人あんまりいなくて。言ってもらおう。うん。ほんと嬉しいかも。聞きたい。純ちゃん今日思ったのが、でも純ちゃん今日4連続パーとか取ってすごくいいゴルフしてるなっていうイメージが多いからなかなか今探すの難しいけど、でも一つ思って言うならばミスの次にまたミスを。ああそうですね、ありますありがち。アプローチ50ヤードぐらいからあーっつって乗らないで、そこからあーっつってまたダフって乗らないっていうことが 2,3 回続いた時があった。やっぱり心ちゃんと同じミスは1回まで。一緒じゃん。いやもともと本当に私ずっとアイアンを振ってラウンドして80台出してきてて、やっぱウッドで距離稼げないとみたいなのがあって使うようにしてるんですけど、やっぱ苦手だったらアイアンを振ってた方がスコアまとまってたなみたいな、私もアイアン派だからすごいよくわかるけど、やっぱ今いいクラブがいっぱい出てきてユーティリティとかね。そうなんですよ。だから使い始めたらもう結構ガチャガチャ、まあそんなにこうスコア的には平均的には悪くはなってないけど、やっちゃった感ショットは増えましたね。アイアンでやってた時は全然そんなけど、まあ距離が出ない。パー5のセカンドショット5番アンド打ってた。初めて撮影した時ウッドなんて全然逃げない。もう選択肢ない。入ってるだけ。5番ウッド持ってるだけだったよね。アイアンだけで本当回ってたもん。だってクラブも本数少ないもんね。12本とかだったんだな。でウッドが1本とかだったよね。でユーティリティ1本ずつですよ。なんだこのセッティングと思って。でも例えばこれから競技に出るとしたら、今アマチュアの女子の競技ってどんどん距離が長くなってくるから、やっぱりアイアンだけだと対応できない場合があるから、もうちょっとずっと練習しないと。でも基本的に歌の方がアイアンよりも打ちやすいから、なんかもう全然そんなイメージがなくって、トップの時はやっぱり右に体重右に行く、右に行ってトップにショートのオーバーじゃないですか。その時ってどっちに乗ってます？右で切り返しの時から、あんだけ左にヘッドが垂れてるじゃないですか。でも右にあるんですかやっぱり。多分64で右にあると思う。でも64ね。私もう完全にダメだもう左足1本でやってるもん。もうだんだん体が回すの怖いんですよ。もうどこ行くか分かんないって。左にあると多分もう頭が沈み込んじゃう。でも自分のタイムで行こうとするから起き上がるしかもうないんですよ。途中から右に行くようにして頑張って、もともとそうだったんですよ。こうやって行くことだったんですけど、それがスウェーしてるみたいな話になってて、だんだん嫌になってきて、じゃあ体の前で打とう、体の前で打とうってなってって、ショットがおかしくなってた。どんどんやっぱりその傾斜になればなるほど、もちろん動いちゃいけないってなってって、それがなんかみんなから動いてないよって言われても、スウェーしてるっていう人がしたらスウェーしてるって言われちゃうから、どんどんこうなんだろう、難しいよね。完全にでも自分の中で今左体重の方が分かる。全部がもうティーショット特にスウェーってもう頭が動いちゃってるから、体全体にちゃんと頭残していけば、頭を残しながら体重を乗せればスウェーではないと思う。なるほど。最後2回ぐらいそのウッドとドライバーは右に行くようにして頑張ってね。だから割といいボール出たけど、いいボール出てた。自分の中では超スウェー。全然スウェーじゃない。それが不思議。もう今多分体壊れてるんだろうな。あ、ミナスは言わなきゃね。みっこ先生はですね、38、40、40はね、まあちょっと雨がね、後半結構雨降っちゃった。でも塩田さんのその中のパット数、私知りたい。ああ、パット数書いてないな。大体でわかります。大体今日でもバーディーが入ってないから、意外と今日はいっちゃってる。でも3パットは1回もないから。でも1パットめっちゃ多くなかったですかね。あ、ってことは雨でミスショットの、私の中で31ぐらいでミスショットしたんですよ、パット数。多分そのぐらいだと思う。そうだよね。だからね、30前半なのよ。本当うまいんだよね。でも理想は30以内。30以内っていうかね。でも21、28とか。ちょっと待って、次元が違う。わかりました。もう目標が違う。何パット以内？もう全然考えてない。ちょっと待って、せめて言おうよ。全然考えてない。だってパット数とか気にしたことないよ。じゃあ質問。80代前半で回るなら何パットぐらいなんですか？絶対30前半ですよ。あ、そうなんだ。絶対30。40パットしたら80代前半です。私今までパット数数えたことないから。明日数えてね。あ、何パットだったらいいんだ。本当は何パットだったらいいの？スコア目指したんだったら32とか31ぐらいじゃない多分。純ちゃんが目指すスコアにもよるけど、70代目指したんだったら多分30代はちょっときついよね。70代は30切らないとダメ。きついですよね。2パット、3パットしないだったら全然36パット。ゆるい。じゃあ明日はパットつけようね。わかりました。じゃあそうだよね、もう雑だね。明日は純ちゃんとあ、今日つけてないのはそれこういうラウンドだからつけてないだけで、普段は絶対つける。撮影の時はもう無理、余裕がないから。自分のそれみんなのスコアとか書いてるし。私はね、つけてたけど最終的にどうかっていうのをやったことがない。いや、もう全然違う。自分がいいスコアの時のパット数って多分とんでもないと思う。まあ、それはもう最終的